ダバングダイタンフテキは2010年に公開されたインドのアクションコメディ映画。アビナウ・カシャップが監督を務め、サルマン・カーン、ソー・ナークシー・シンハー、アルバーズ・カーン、ソー・ヌー・スードが出演している。アビナウ・カシャップの監督デビュー作、ソー・ナークシー・シンハーの女優デビュー作、アルバーズ・カーンの初プロデュース作でもある。ギフ、イボテイとの間に確室を持つ。 警察官を描いており、マッハーラー・アシュトラ州とアラブ市長国連邦で撮影が行われた。2010年9月10日のイドアルイコールフィトルの日に、世界2100スクリーンで公開され、興行収入21億9000万ルピーを記録するヒット作となった。これにより、ダバング大胆不敵は2010年のボリューと映画興行成績第1位となった。 ウッタルプラデーシュ州で暮らす少年、チュルブルは、母内にの再婚相手プラジャパティと、彼の息子マッキーに対して賢悪な感情を抱いた、まま成長する。21年後、警察官になったチュルブルは、町の悪党を成敗しつつ彼らから大金を巻き上げる悪徳警官となっていたが、その裏では、町の人々を守る、ロビンフッドとして活躍しており、 彼は悪党たちを使い待ちの実権を握ろうとしていた青年政治家、チェディシンを敵に回してしまう。そんな中、チュルブルは悪党の追跡中に出会った女性、ラジョと恋に落ち、一方のマッキーはニルマラという女性と恋仲になっていた。しかし、ラジョはアルコール中毒の父を置いて、結婚はできないとチュルブルの求婚を断り、ニルマラは、 父親に反対されてマッキーとの結婚に踏み切れずにいた。マッキーは父、プラジャパティに結婚の仲介を頼むが、プラジャパティは経営する工場の借金返済を優先し、貧乏人の娘であるニルマラとの結婚に反対する。マッキーは、ニルマラと結婚するため、チルブルが母に渡していた現金に手を出し、それを目撃した内にはショックを受ける。 マッキーは現金を持参金として、ニルマラの父に渡して、結婚を認めておらうが、同じ頃にナイニが急死する。ナイニの言葉を思い出したチュルブルは、これまでのわだかまりを捨て、プラジャパティと和解しようとするが、プラジャパティに拒否され家族の縁を切られてしまう。マッキーが結婚の準備を進める中、チュルブルは、ラジオの父、ハリアに愛結婚の許可を得ようとする。ハリアは、 自分が生きている限り娘は結婚しないことを知っていたため、チュルブルに娘を説得すると伝えた後に自殺する。ハリアの死後、チュルブルはラジオを妻に迎え、マッキーの結婚式に参列する。しかし、マッキーが自分が母に渡した現金に手を出したことを知っていたチュルブルは、マッキーの結婚式を乗っ取り、ラジオとの結婚式を挙げる。 侮辱されたと思ったニルマラの父は激怒し、結婚の破棄をマッキーに告げる。マッキーは、父の工場の従業員を些細なミスを理由に殴打し、従業員の母は警察署に訴え出る。訴えを聞き入れたチュルブルは懲罰として、公衆の面前でマッキーを殴り倒す。事態を利用して、チュルブルを追い込もうとしたチェディは、マッキーとプラジャパティを連れて警察署に乗り込み、 チュルブルを処分するように要請する。マリック所長は家族間の問題として処理し、チュルブルはプラジャパティに謝罪する。騒動の収束後、チュルブルは州政府内務大臣のダヤルに呼び出され、チェディを失脚させるために不正の証拠を探すように指示される。追い詰められたチェディは報復として、プラジャパティの工場に放火し、工場を失ったプラジャパティは、 心臓発作を起こして入院する。困り果てたマッキーは、チェディに助けを求め、チェディは治療費を提供する見返りに、マッキーに木箱を持たせて、ダヤルの元に陳情に行かせる。木箱には爆弾が仕込まれており、マッキーが立ち去った後に爆弾が爆発し、ダヤルは暗殺される。暗殺犯に仕立て上げられたマッキーは、チェディに、チュルブルを殺すように命令される。マッキーは、 チュルブルの元に向かうが、そこで彼にすべての事情を告げて助けを求める。マッキーはチェディのいる隠れ家に向かうが、そこで彼に殺されそうになる。そこにチュルブルが警官隊を引き連れて現れ、チェディ一味と銃撃戦になる。チュルブルはチェディと一騎打ちとなり、その中で母を死に追いやったのがチェディだと知る。激怒したチュルブルはマッキーと協力してチェディを 即死させるマッキー、プラジャパティと和解したチュルブルは改めて、マッキーとニルマラの結婚式を挙行させる。サルマン・カーン・ソーナー・アクシー・シンハー・アルバーズ、カーン・ビノード・カンナー・ディンプル・カパディア・ソー・ヌース・ウードを浴びなう、カシャップ主演のサルマン・カーンは、弟で、プロデューサーのアルバーズ・カーンと役作りについて話し合い、アルバーズの提案で口ひげをつけて、髪型を整えた。 サルマンは撮影開始前の4ヶ月間で50パターンのスタイルを検討してキャラクターに合う口ひげを選択し写真撮影を行い最終的な口ひげを決定した。アビナウ・カシャップはボリウッドハンガマのインタビューで主人公チュルブル・パンデ役には複数の候補を検討していたが最終的に考えを変えて新たにサルマンを起用したと語っている。また、アビナウは 君が気づいていなくても、に仮名を出演していたアルバーズを見て、彼に出演をオファーした。脚本を読んだアルバーズは、出演を快諾し、さらにプロデューサーを務めたいと申し出ている。悪役のチェディ新役には、ソーヌ・ウスードが起用され、彼は演じるキャラクターが、グレーな青年指導者になると語っている。マヘシュマーン・ンジュレーカルは、ラジオの父ハリア役に起用された。 彼は俳優を引退するつもりでいたが、サルマンに説得されて出演を決めたという。2009年4月にソーナークシー・シンハーが出演契約に署名し、ダバング大胆不敵で女優デビューすることが決まった。サルマンはアムリター・ローラー主催のイベントにダンサーとして出演した彼女を見て、アルバーズに彼女の起用を進めたという。ソーナークシーは役作りのため、 適切な食事制限と激しい運動を組み合わせて2年間で3 0ラムの減量を行った。また、様々な人を観察して役作りを行ったと語っている。アイテムナンバーには当時アルバーズの妻だったマライカ・アローラが起用された。撮影はマハーラーシュトラ州ワイトアラブ市長国連邦で行われた。2009年9月から撮影が始まり、映画のセットの詳細は、 プロダクションデザイナーのワーシクカーンが100点以上のスケッチを描いて設定している。最初の撮影スケジュールは Y で45日間行われ、撮影中にソーヌウ・スーウドが鼻を骨折する事故が発生した。歌曲シークエンスを含む撮影はドバイのハリード・ビーン・アル・ワヒード駅で行われ、ダバング・ダイ・タン・フテキは同地で撮影された最初の映画になった。この他にもエミレーツ・パレスで、 いくつかのシーンが撮影された。5つのアクションシークエンスの指導はビジャイアンが担当し、60日間かけて撮影が行われた。撮影後にはアクションシーンに特殊効果が追加された。歌曲の振り付けは、ラージュカーンとシャービナー、カーン、ムニベデナムフイの振り付けは、ファラーカーンが担当している。2010年6月初旬に撮影が終了し、ポストプロダクションが始まった。 撮影終了後には、劇場プロモーションの成功と合わせて記念パーティーが開催され、主要キャストとスタッフが参加した。サウンドトラックの作曲は、サジード・ワジードとラリット・パンディット、作詞は、ファーイ・ズ・アンワル、ラリット・パンディット、ジャリーズ・シェルワーニーが手掛けている。また、ラリット・パンディットは、 ムーニベデナムフィの作詞も手掛けている。2010年8月6日にアルバムがデリーでリリースされた。アルバムにはオリジナル5曲、リミックス4曲、テーマ曲1曲が収録されている。楽曲の権利は T シリーズが9000万ルーピーで購入している。ムーニベデナムフィは古いボージプリーゴフォークソング、ローナベデナムファナセイバンテレリーからインスピレーションを得ている。 アビナウ・カシャップは、ウッタル・プラデーシュ州出身で、幼少期から、ローンベデナムファな聖ンテレリーに慣れ親しんでいたため、この曲を、映画の内容に合うように作曲するように指示したという。また、ミスター・チャーリーで使用された、パキスタンの曲、ロットカベデナムファからインスピレーションを得たとも言われている。テレマストマスト・デューナインとムンニ・ベデナムフィは、人気を集め、ラジオで、 最も再生される曲トップ20にランクインした。2010年8月にはテレマストマストドゥーナインがイギリスのオフィシャルアジアンダウンロードチャート第1位にランクインしている。2010年7月23日にプリ・アダルシャンのカター・ミサと共に劇場用予告編が公開された。インディアン・エクスプレスはダバングダイタン不敵を今年最も期待される映画と紹介しており、9月6日に フィルムシティで特別上映が行われた。同月9日にはムンバイでプレミア上映が行われた。9月10日に世界2300劇場で公開され、ノルウェーのボリウッドフェストでも上映された。10月12日にリライアンスビッグホームビデオから DVD とビデオ CD が発売され、2011年1月28日からは YouTube にアップロードされ、インド国内で 無料視聴できるようになった。衛星放送の権利は、カラーズ TV が1億ルピーで購入している。インド公開初日の興行収入は1億4500万ルピーを記録し、当時のインド映画歴代興行成績第1位となった。公開2日目の興行収入は1億6500万ルピー、公開週末の累計興行収入は4億9500万ルピーを記録した。 翌週月曜日に1億600万ルピー、火曜日に8600万ルピー、水曜日に7000万ルピー、木曜日に6000万ルピーの工業収入を記録し、公開1週間の累計工業収入は8億1500万ルピーとなった。これにより、公開第1週の歴代工業成績第1位となった。公開第2週の金曜日に6200万ルピー、 土曜日7500万ルピー、1億500万ルピーの工業収入を記録し、合計工業収入は、前週から50%減の2億3800万ルピーとなった。公開第2週の工業収入は3億6000万ルピーを記録し、累計工業収入は11億6000万ルピーとなり、公開第2週の歴代工業成績第2位となった。 配給業者利益は7億7千万ルピーとなり、ボリウッド映画歴代記録第2位となった。公開第3週の工業収入は1億6千万ルピー、公開第4週は6千万ルピーを記録し、累計工業収入は14億ルピーとなった。最終的な国内工業収入は14億千万ルピーを記録している。海外海外市場の最終工業収入は610万ドルだった。 公開第22は420万ドルの収益を上げている。アメリカ合衆国では62スクリーンで上映され、公開週末に62万8137ドル、公開第22は累計工業収入106万8589ドルを記録した。アラブ首長国連邦では公開週末に320万、ディルハム、公開第22は155万ドルの、 工業収入を記録し、最終工業収入は550万ドルとなっている。イギリスでは41スクリーンで上映され、公開週末に33万2673ユーロ、公開第2週には累計工業収入57万566ユーロを記録した。オーストラリアでは14スクリーンで上映され、公開週末に12万6000ドル、 公開第2週には累計工業収入272,909ドルを記録した。モーリシャスと南アフリカ共和国では公開週末にそれぞれ2万5,000ドルの工業収入を記録し、フィジーでは公開週末に2万ドルの工業収入を記録した。その他のヨーロッパアフリカ地域では公開週末に10万ドルの工業収入を記録している。 ノルウェーのプレミア上映に出席する、アビナウ・カシャップ、サルマン・カーン、ソーナー・クシー・シンハー・ナショナル・フィルム・アワード・健全な、娯楽を提供する、最優秀大衆映,映画賞を授与されるアルバーズ・カーン、ダ・バング・ダイ・不ン・フは、批評家から肯定的な評価を得ており、特にサルマン・カーンの演技は絶賛されている。恋もいの困るナータは4、5の星を与え、映画は、 商業的な成功を収めたと批評している。インディアトゥデイのカベリー・バムザイは4、5の星を与えており、デイリーニュースアナライシスのアニル・ターグハーは、わずかに狂っており、非常に面白いと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのニカート・カーズ・ミーは4、5の星を与え、ボリウッドの定義を知りたい人にとって、ダバングダイタンフ的は、教科書のような映画ですと批評している。 ザ・ステーツマンのマチューレスポールは3.5、5の星を与え、ダバングダイタン不敵のスクリーン上にわかりやすい、ヒロイズムが存在しないことに不満を抱く観客と、意見を、同じくしていると批評している。rediff.com のアビシエークマンでは3、5の星を与え、ダバングダイタン不敵は、サルマンのファン以外の人のために作られた映画ではない。しかし、 彼を崇拝する人にとっては、見逃すことができない映画であると批評している。ニューデリーテレビジョンのアヌパマチョープラートフィルムフェアの、スカニア・ベンカット・ガラバンは3、5の星を与え、両者とも、サルマンの演技を称賛している。インディア・タイムズのガウラブ・マラニはストーリーを、酷評しており、CNN イベンのラジーブ・マサンドは、脚本を酷評したが、サルマンの演技は称賛している。 バンガロールタイムズのショバーでは2、5の星を与え、映画には真新しいものがなく、サルマン個人の魅力に頼りきっている点を批判している。サウンドトラックも批評家から肯定的な評価を得ている。ボリウッドハンガマのジョギンダルツテージャは3つ星を与え、それは約束されたものを提供しますと批評している。プラネットボリウッドのアッターカーンは6、10の星を与えて、チョリキやリジアを、 耳に心地よい曲と批評しており、フィルムフェアのデベシュシャルマは、ワジード・サジードが作曲した曲と、チョリ・キア・リジアを、耳に心地よい曲と批評している。ムンニベ・デナム・フイの歌詞に、ザンズ・バームというブランド名が含まれていたため、ブランドを所有するエマミが不快感を表明した。この問題は、訴訟に入る前に制作チームと、エマミの間で和解が成立し、後にアイテムナンバーを務めた。 マライカ・アローラはザンズ・バームのキャンペーンガールに起用された。この他に活動家ラージクマールタクがヒンデスタンという単語を歌詞から削除することを求める訴えをボンベイ高等裁判所に提出した。訴状の中でラージクマールは腐敗した警官の前でアイテムガールが踊り、警官が歌うことによってインドのすべての人々の愛国心を傷つけたと主張しており、 同時に中央映画認証委員会が侮辱的な歌詞を認証したことは職務怠慢であるとも主張している。バンガロールタイムズのショバーデはムンバイ同時多発テロに関するサルマンの発言を傲慢であり無知そして愚かであると問題視しダバング大胆不敵のボイコットを呼びかけた。この呼びかけはツイッター上でアルバーズとの論争を引き起こしショバーデがダバング大イ不敵に 否定的な批評を行った後も続いた。アビナウの兄弟であるアヌラーグ・カシャップはツイッター上で、サルマン・カーンは私の兄弟の人生を作り出したと思っています。彼がダバングにで弟、アルバーズに対して同じことができるように望みますと発言した。この発言はサルマンを批判したものと受け取られ、アルバーズから反論された。後にアヌラーグは発言を謝罪し、 アルバーズも謝罪を受け入れている。ダバング大胆不敵の公開後、アルバーズは続編、ダバングにの制作を計画していることを公表した。続編には、サルマンとソーナークシーが続投することが決定している。この他に悪役にプラカーシュラージ、アイテムナンバーには、カリーナ・カプールが起用されている。アビナウが降板したため、監督には、アルバーズが起用された。ダバングには、 ボリウッド映画歴代工業成績の上位作品にランクインした。2019年には第3作ダバングさんが公開された。2011年にタミル語映画でリメイク作品オスティが公開された。同作はシランバラさんが主演を務め、ソーヌースードは悪役ボクサーダニエル役として出演している。2012年にはテルグ語映画でリメイク作品 ゴバーシンが公開され、パワン・カリアーンが主演を務めた。ありがとうございます。